原点がね、よじれてるってあんまない。原はいはい。点って大体ちゃんとっていうわけじゃないけど、正しい倫理観のあることやってんねんけど、はい。だん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 経済的な値打ちを持っていくっていうか、価値を持っていくようになると、うん。歪められていくんよな、なんか、だん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 。朝の8時のニュース。ニュース。日本株、日本株、平均株、マイナス2000円ぐらいになってますね、今、今今日は場を開けて、昨日の終わり値かな？日。終値でね、昨日の終わり値はいくらですか？32,720.85。まあ、3万4千円ちょっと超えたっていうか、超えるか超えへんかみたいなところから、ちょっと一服っていう感じだね。だからね。そうね、また下がりましたね、そうね、一3服万して2ます。千円、3万3千円。まあ、その辺揉み合ってるって感じよな。そまあ、うですちょっね。とここら辺で、ややちょっと疑心暗鬼みたいなところもあったり、ただ、為替はドル円は142円3円。ちょっとやや、ドル高円安っていう方向かな。ちょっと。はいはいはい。だから、まあ、俺ももう、誤差の範囲どころか、もう、そんな、どっちに行こうが、もう最終的には行く道は同じなんで、今、いつも言ってる話ですよね。で、はいはいはい。ドルは早いと思うわ。おそらく。まあ、どっちかっていうと、ある日突然っていう感じになる可能性あるな、これ。なんか、ある日突然終わりましたっていう、なんちゅうかな、玉音放送みたいなのを、こう、トランプがやりみたいな。ロシアがちょっとごたついたでしょ。ワグナーがちょっと、まあ、芝居に打ったりみたいなことやってんねんけど、まあ、あれも戒厳令っていうか、玉音放送っていうか、全国民に向かって、この戒厳令ですみたいなことな、もうほぼほぼその今、地球上にあるっていうか、そのまあ極東の武器もそうやけど、その欧州、ヨーロッパ、アメリカ、で中東、イスラエル、あの辺のその旧式の武器ですよ、そのロシアには全然歯が立たないような武器な、あれ、ほぼほぼ全部ウクライナで全部消滅させられたわけよ、今回な。ほぼほぼ戦闘機から戦車からロケット砲から全部あそこでやられたわけよな。で、その傭兵、NATO の傭兵とか中東におったアメリカの傭兵みたいなのもあそこで全部始末されてるわけですよ、もう。ほぼほぼこの1年半ぐらいでな。で、本来やったらもうとっくに終わってんねんけど、あそこのウクライナっていうのも。まあやっぱり武器、旧式の武器とか、その金に雇われた方の傭兵みたいなのの処分ですよ、やっぱり、あんだけ時間かけてじっくりやってるっていうことは、もうなんちゅうかな、ゆでがえるじゃない、なんていうかな、こう、じくじく、こう、なんか、じくじくやられていってるって感じなんですよね、見てたら。ほんまやと一気に潰せんねんけどね、まあまあ。あんまりやりすぎると復興に時間がかかりすぎるっていうのもあるしね、やっぱりあれも終わった後はやっぱロシアがね、復興支援もしていかなあかんやろうし、で、まあ、分割統治はないやろうけども、もともとはやっぱロシア人はここにたくさんおるわけですから、やっぱりそのウクライナそのものは破壊しようっていうあれはないわけでね、あそこにおるその、なんちゅうんかな、金で動いてるやつらですよ、いつもいつも。乗っ取り屋みたいな、あれもファンドが入ってきてんのよな、ブラックロックとかな、あと JP モルガンとかな、エプスタインのなんていうかな、もうこのエプスタインにこう、首根っこ掴まれてる、脅されて動かされてるファンドみたいなな、あれがもう入ってきて、次のその復興でまた巻き上げたろっていうことで、あそこに入ってるんでね。で、まあ、その、ウクライナ支援とか復興支援とか言って、これからまた貢がされると思うわ。で、あれまたファンドに吸い上げられるっていう形になってる。まあ、だから、結局、詰まるところはいつものお話通り、その、元の根源にあるのはマネーなんですよ、やっぱ。なんて言ったって。で、それもドルなんですよ、やっぱ。元の根源はね、諸悪の根源っていうかな、世界の。で、これを終わらさんと何も終わらんわけよ。結局は、その、日本もそうですけど、頭のてっぺんから足のつま先まで、下々までもう金で動いて、マネーで動いてるわけですよ、結局は。で、日本円っていうのもドルとリンクしてるわけやからな、これ、一番、まあ、
アメリカに、世界で一番貢いでんのが日本ってことになってるわけやから、もう完全にリンクしてるわけなんで、もう下半身一体みたいなことになってるからな。だから今回はこの世界中のこのドル潰さなあかんわけですよ。これが終わらんと終わらんわけよ、結局。言うてる意味わかるわな。もう単純な話ですよ。だから、世界のこの200年ぐらいやってきた根源、元の根源は結局マネーなんですよ。全部ここにつながってるんですよ。で、我々民、民間なんかもここに侵されてしまってるわけ、上から下まで。これで動いてるわけです。で、これが今回、ちょっとある日突然っていう感じでドルは終わると思うんでね、ええー、っていう思うから、っていうことは、いつも毎回のお話通り、その通貨的なもん、マネーで動いてる、その組織的なもんとか、そういう、構造の中にあるものっていうのは、剥がれ落ちるっていうか、崩れ落ちるっていう宿命になるんですよ。それ分かるから簡単なことでしょ、新しい時代の変革ですかね。では、でもそんなこと言ったって、そんなこと本当にありえんのっていう人おるから、だから、でも大きい組織とか役所とか官僚とか、ああいう世界ほどそうやっていうのも見てると分かってると思うんですよ。もう上から降りてくる、そのマネーだけで動いてる世界ですからね、ルールと。マネーとルールは。で、その結局支配、世界統治っていうか、世界を支配してきた形っていうのは、マネーが軸に。で、そのマネーを使ってルールを作るわけよな、結局何回もなんかあるんだけど。で、このマネーとルールで、その世界を動かしてるっていう形やったわけよね。だから、この根源がなくならん限り、人々は永遠に幸せにならんし、戦争も収まらんし、人身売買も収まらんし、何もかも収まらないっていう形になってるんで、まあ、だからこれもしましょうかっていうことで動いてるわけやからな。でも、いつも言ってるように、やっぱね、残っていくのは中小企業とか、零細企業とかな。要は、マネーで動いてない。多少はね、マネーはいるやろうけど、そのマネーだけが軸じゃない組織ってあるやん、いっぱい。そういうところは生き残っていくし、発展していくし、新しい作り上げていくっていう形、だからちっちゃいところばっかりが残ってくるの、どう考えたってこれ。上場企業なんてまさにマネーだけで動いてる世界やからな、あれ。まあ、マネーが消えた途端に何もできなくなっちゃいますからね。いわゆるそういうね。ことでしょ。マネーが降りてこなくなったら、もう、てんでバラバラ、チリチリバラバラになるわけでしょ。だから、そうね。だから、例えばこんなこと言う人結構おったりすんのよ。例えばね、維新の会なんかあるわな。あんななんかどっちかって言ったら、中国の電力会社なんかとつるんで、なんかいろいろやっとるわな、いろんなことを。でね、要は電力であったり、水道であったり、そういうインフラまでその中国企業に買われていったらどうなるんだみたいなことを言う人おったりするわけやんか。で、じゃあ企業乗っ取りっていうのがね、例えばその中国企業、中国って言ったってあれ中国、アメリカの中国や。偽アメリカの偽中国。偽アメリカの偽中国共産党っていうのは分かりやすいな。だから本来の形じゃなくて、乗っ取られた方のアメリカの息のかかった共産党ですよ。わかりやすいかな。要は、だから、単純に言うと、これもマネーですわ。マネーで動いてる方の中国共産党ですわな。でね、国ごとって見るからみんなわけわからんようになるんで、中国がアメリカやとか、フランスがドイツがって見るからわけわからんようになるんですよ。今日の話。これ、国じゃなしにマネーを見たらわかるんですよ。マネーを見たら、国じゃなくて、その国の中にある構造がマネーで動かされてるってことですよな。こういお金う。ね、マネー、ルール、法律な、ええかな。で、よくね、中国資本にその企業が乗っ取られたら大変だみたいなこと言う人おんねんけど、ちょっと考えてみたら簡単に分かるのはね、その大企業の株主の構成の中に入っていって、乗っ取っていくっていうのは、これはまあ今までのパターンなんで、こういうことは、今後はなくなっていく、マネーの力が弱まっていくからな。こういう大きなとこ組織がちょっとしんどくなってきますよっていうのはいつも通りないけど、例えばね、中小企業なんかね、パッと思い浮かべてわかんないけど、ある日突然ね、中国企業が買収しましたと。日本の会社をね。で、CEO っていうかな、いわゆる資本家ですわな。その資本家が、いや、ある日突然、ワンさんにか、お、王さんに変わりましたって言って、私がこれからいろんなことを決めますみたいなことで出てきたって。ちょっと考えたら分かるけど、日本の、
企業、中小企業で働いてる、その製造業でも何でもそうやけど、そういう志も持ってる人たちって、言うこと聞かんよ、そんなやつの。はっきり言っうん、聞かないですね、て。むちはゃわかりやすいやろ。言うこと聞こう思う、そんなもんの。い。うん。いや、言うこと聞かないと思いますよ。大企業やったらありえるんですよ。例えば、まあ、それそだっれてが上利から益。の指示でお金が全てですから、お金があればね、それは言うこと聞きますよね。大企業の前、そんな上のとこ見えないじゃないですか。自分の目の前の、てめえの頭の目の上のたんこぶの課長とか部長とか、そこら辺しか見えてへんわけなんで、結局降りてきたものを自動オートマチックでやってるだけの話そうですね。ですよね。でも、中小企業を、日本の場合、どちらかというと、この中小企業を抑えるっていうか、乗っ取ってしまわんと、日本っていうのは変えてへんのよ。そうですここね。が一番力あるから、日本の場合。中小企業一番ニーズ多いですからね。ここが力あるんですよ。ほんでね、あの連中の今までのその西洋的な、国際金融資本的な連中のやり方っていうのは、結局ね、どこをいつも手をつけてくるかっていうとね、これ見てたらすっごい簡単にわかるんだけどね。マネーを使って、その政治とかな、政治とメディアを使うわけよ。要は、ピラミッドっていう形あるでしょ。国の中に一つあったとしようや。権力構造っていうかな。洗脳層かな。で、この権力構造の上にあるのが政治ですよ。例えばね。で、その洗脳装置の一番頂点にあるのが今まではテレビ、新聞、メディアですわ。これわかるわな。ここを抑えに来るわけよ。ああいう連中って。一番てっぺんのところですよね。こっから上から下へ下々へ、その偽嘘情報とかで変なルールを作らせて下へ下ろしていくわけよな。これで乗っ取っていくわけよ。でもね、さっき言った日本の中小企業とか一般的な民ってね、ああいう民衆ってああいうやつの言うこと聞かんのよ、どっちかっていう。だからね、多分ね、むっちゃすごい誤算やと思うよ、今回は。他の国は上を押さえたら乗っ取れても、日本の場合は民衆を乗っ取れませんみたいな形になるから。だって見てたら分かるでしょ。政治のてっぺん見てたら分かるよ。あんなもん誰も相手にしてないよ。ほんで、テレビ、新聞、メディアなんか相手にしてないでしょ。大体そもそも、もうすでに。してないね。チャット GPT の方がよっぽどまともやぐらいにしか思ってないからな、これ。まともな回答がくれるのはチャット GPT じゃないかだなってからのは思ね、こんなところでいろんな人が中国企業が乗っ取るとかいろんなこと言うけど、はっきり言うとけど無理よ。日本の場合は。民衆が言うこと聞くんから、そんなもん。まあ、デモとか起こさないんですけど、基本的に下の方が言うこと聞かないですかね、嫌なことはね。だからそれぐらい意外とな、その日本の場合ね、マネーもここやっぱり戦後ね、78年、まあ80年ほどで、マネーに通貨的なもんに日本人は侵された。もうダメだみたいなこと言うとおるけど、意外と DNA 残ってるからな、日本の場合は。マネーだって動きませそうんみだ、たいな。DNA 残ってるんですね。なるほど。結構おるからな、やっぱり。で、なるほど。そんなもんで動かんぞ、俺らは、みたいなやつ。今で残ってるからな。だから、意外と最後の最後は、一番強いかもわからんぞ、これ今回、世界、日本が、ひょっとして。まあ、それが、表だって、まあ、すでに今出てきてるけど、表だってみんなが目に見える形で、わって出てくるのはいつなんかみたいな話ですよ。でね、これも誰が今、目の前の誰が、あれがこの人が、あの人がじゃなくて、まとまってその辺、そこら辺のおっさんらみたいなのとか、若い子らがブワーって出てくる感じになると思うわ。で、それはどのタイミングなんかって言ったら、自民、公明、今の政権崩壊した時ですよ。だから、じゃあいつなんやったら、この秋ぐらいですよ、おそらく。もうそこでブワーって出てくると思うわ。だから、いつも言ってるように、今年の2023の後半から2024というのは、我々人生、今まで生きてきた中で、この最高にエキサイティングな、こっちがこの2年間ですよ。だから、ここでいろんなことしましょうよ、みんな、みたいな感じよ。だから、僕も今、ちょっと選挙活動手伝ったりしてるわけ、やっぱ面白いからな。まっちゃん自身は選挙出ないんですか？出るわけな、あんなそこらじょうに、何やったっけ、道路に自分の顔ペタ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 貼り付けるの嫌や、かっこ悪いやろ。俺やったら、バカボンのパパの顔貼り付けるんやったらええけど、許してくれへんやろ、そんな人は。それは許してくれないでしょうね。ちょっと前振り長すぎたけど、今日のテーマいこうか、じゃあ。そうね、今日のテーマはですね、まあ、新しい時代、今言ってた新しい時代
が来るというところで、やっぱり新しい時代って直感力がやっぱり何事も大切だなというふうに僕も思ってるんですね。で、まあ直感力って一言で言うと、まあなんだろう、直感して、まあ右か左かっていうのを行動するってものだと思っていて、まあやっぱり直感がないと、判断するときに、あ、直感によって助かったなとか、前言ってたなんだろう、震災の時もそうですけど、やっぱり直感で動かないと、やっぱりうまく、なんだろう、生き延びられない。要は他の人の言うことを聞いて、みんなと同じ行動したら、もしかすると生き残れない可能性もあるって感じで、やっぱり直感能力が大事だと思ってますと。ただ、まあ一方で僕の中で思ってるのは、直感力よりかはやっぱ分析もしないといけないところも必要だなと思っていて、その分析をしながらきちっとその方向性を定めないと直感だけで誤った方向になってしまうなっていう考え方も一方的にある中で、まっちゃん的にその直感力っていうのはどういうふうに見えてるのかっていうのをちょっと教えてもらいたいなというふうに思います。まあ、さっき前振りで言ったような話ですよ。だから、結局、のんべんだらりと何にもない、何にも起こりませんみたいな、のんべんだらりと今までのままよねみたいな時代だったら別に、前例とか、過去はこうだとか、だから、来ましてはこれからもこんな感じでしょうみたいなことやと思うわ。単純な話そうだから。ね、もうだから、高では、学歴の時代でもなくなりましたしね。平成の時代、特にそうやったわな、昭和のバブルが弾けた平成の30年間というのは、もうほんま、ベタッとしたなぎみたいな。で、これ令和になって一気に動き出して、で、結局、過去の前例とか、今まではこうでしたとか、もうそんなもん全く通用せえへんようになったわけよな、俺、全然、どう考えたって。で、いや、ある意味、じゃあ、さっきも言ったように、前より言ったように、マネーが軸にあったものが溶けてなくなっていないから、それこそ、もう、なんていうかな、180度変わるような世の中になるわけよ、これ、どう考えたっそうて。ですね、で、結局、最後は浮かび上がってくるのは、我々、まあ、みんな、これから新しい時代っていうか、迎えて、ね、また人生をこう、自分の人生切り開いていくわけなんですけど、やっぱり、最終的な軸になるのは自分であったり、自分を信じる力であったり、自然的なもの、なんていうかな、こういうエネルギーを得る力であったり、あとは人間性ってことだよね、やっぱまありね。やっぱり人間力が大事だと思いますよね、最終的にはね。どんな人に間力転がっても、かな。人間というか、もともと持ってる本質っていうのは大事だなってすごく思いますね。どんな学力でもないとは思ってますね、やっぱりね。だから人間力っていうのはその人が持ってる波動であったりとか、そういうもんそう、で能力だったりとか、まあ、人間力があれば、基本的にどんな世界でも生きていけるんで、一人で、でもまね。あ、ほんでね、直感っていうのをどちらかというと、今回の話、直感はこう野生的な直感っていうかな、ちょっそうと。だね。だから、コンクリートの中で覆われて、コンクリートとビルの中で覆われてる我々ってどちらかというと、一日の風がどっちから向いてどっちから流れてるとか、そんなことすら考えてやってるわけよ、うちは。そうですね。で、昨日の花と今日の花の違いとかな、咲き具合の違いとか、そうそういうです。のも感じられへんとかあるわけよ、コンクリートの上におりゃ。でね、野生的な直感っていうのをちょっともう少しこう取り戻していきたいって、俺は個人的になんか最近特によ、とよ、よく思うわけよな。なぜか。野で、生的な直感ですね。でね、これね、野生的な直感でね、趣味の遊びでもそうやし、日々の生活的なことをそこに取り入れてるとな、結構エキサイティングなんや、なんか。エキサイティングなんですか。なるほど。アドレナリン急上昇みたいなことになるわけ、なんか知らんけどな。でな、で、自然の中のそういう野生の直感的なことってね、結構ね、これ、まとえてバン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 、こうスムーズにその通りにことが運んでいくとな、なんかな、こんな幸福ないよねみたいな感じになって、これちょっとわけわかりにくい話だけど、理解できる人おると思うんだな。でね、まあ、ちょっと今日、魚釣りの話、ここで入れるけどな。近代の、僕の場合は漁業ちゃうけど、遊びの釣りやけどな、まあ、遊びの釣りであっても、魚釣りってね、近代に行って、多分にね、GPS
まあ、GPS はまあ安全航行機器みたいなもんやけど、GPS、魚群探知機とかソナーとか含めてな、結構な魚を取る手段って機械に頼るところが多分にあるんよ。なるほど。でね、確かにね、魚探とか魚群探知機とかソナーとかってね、やっぱり優秀で、あれを使うとね、結構やっぱり魚が釣れる確率って非常に高いんですよ。でね、でもね、あくまでね、魚を数取る、数釣るとか数取るには有利なんですけど、あれって。僕の遊びの釣りって1匹だけ大きい魚を釣るっていう高校方向と。ね、高ね、高校ね、そうなんだ。で、ちっちゃい魚はかわいそうなんで釣りたくない。釣りたくありませんみたいな方向いなんや、もうだ成長しきってるものを取りたいってことですね、なるほどね。な。まあ、リリースするけどな。あと、リリー戻すけど。でね、このやり方ってね、要は、その機械的なもので、その魚を探し出して、魚を釣るっていうのは、数は取れるんやけど、一発の、大きな命持ってるやつを取ることはなかなかできないんですよ。やっぱりそれ強いからね。だから生き残ってるわけだからね。でね、野生の直感的なもんを働かせてやるわけな、僕の場合、今までやってたわけよ。ああ、要は今までやってきた、でかく釣れたのは、今、直感的にここにあげれば絶対ここの、でっかいのが釣れるっていうような直感だってことですね。そうなの？これ言葉でどういうんかって言ったら非常に難しいんやけでもそど。れって経験則にも基づいてるってことでしょ？要は、まっちゃん自身が経験則があって、経験があるから、その部分で、こう頭の中で、こう、なんだろう、思考回路が分析されていって、じゃあ、ここにこういうふうに経験則を基づいて、ここがあってってポイントだなっていう、あと、旗の感じた感じとか、海からのメッセージをいただいたりとか、そういう感じだと思うんですよね、やっぱりね。これね、僕、魚釣りの商売やってた時にね、要はそこら中行った時に、どう外人から何かでよう聞かれるわけよ、こういうことか。よく聞かれるわけ。近いよね。どういうパターンで、どういうところで、どういう潮の流れで、どういう風向きで、どういう感じでみたいなこと聞かれるわけや。パターンじゃないと思うんですよね。これ一言でしか答えられへんねんけどね。何でしょ匂いがわかんのよ。う。ああ、匂いか。そういう感じなんよ。だからに、なんていうかな、獲物の匂いっていうのは感じ取れるわけよ。まあ、それはでも生きていく中で、その何かを達成させるのもそうですし、何かをやるときって、その人から出てる匂いってわかるじゃないですか。周りのね、雰囲気といかや、オーラだったりとか、そういうのは。匂いというか気配。だああ、から、例えばね、距離感でいくと、そんなことありえへんやろっていう人結構おったりすんねんけど、これ本当でね、例えばね、正確な距離じゃないよ。正確じゃないし、漠然と、例えば5キロとかな、キロメートルとか6キロメートルとかな、水面というか水中というか、ちょっと水面が動いた感じが分かるわけよ、気配で。だから、これはね、なんて言葉にしたらいいか分からないけど、これがほぼほぼ正解のことが多いよ、俺、今まで。止めるときな、ここ一発でね、大きな獲物っていうか、大きな魚ほどね、群れてないんよ。単独でおるわけよな、ちっちゃいのと違う。同じ魚種であっても、ちっちゃいのはな、やっぱ何匹かで群れんねんけどね、ほんまに超特大になると1匹でしかおらんの。こういう人を見つけ出すっていうのは、この気配なんですよ。まあ、ちょっと話それていったけど、ちょっと話釣りにそれだけど、結局ね、野生の直感的なもんっていうのは、これからも一般的な生活の中でもすごい大事になっていくと思うんですよ、もう。一般的な価値、今までのなんていうかな、誰かが決めたルールの中の価値とか構造の中の価値観みたいなところが全部ガタガタと崩れていくんで、自分でやっぱり新しいことを想像していかなあかんからな。で、新しいことを想像していくってことは何にもない、一回崩れたところからもう一回やり直していかなあかんので、で、そこで、まあ、全然今度、なんていうかな、自由っていうか、何でもありの世界、何でもありっていうのは、その治安が悪いことしていいとかそうじゃなくて、その想像ですよね。想像に関しては何、想像に関しては何でもありみたいな世界に入ってくるんで、やっぱ直感っていうのが一番前に来んと。で、今まではどちらかというと、何かをやるときにも、何か行動するときにも、前の動画でも言ったけども、経済的なものとか、通貨的なものとか、そこは前に来とったわけよな、今までずっ今はと。そうですね。これは経済合理性とかなんか言いながら、
結構ここが前になってたから、羽交い締めになって、思い通りに動けないとかな、そんな形だったでしょう。でも今度これが崩れていくっていうことは、前に来るもんじゃ何なんですかって言ったら、もうないわけよ。そうでしょう。な何いもなんいですね。だ。だから、じゃないっていうことは、そこも想像していかなあかんわけよ。でもその、なんていうかな、そのやっていくこととか、やっていくこととか、人が生きていく、その、なんていうかな、真ん中、ど真ん中、一丁目一番地にあんのは、やっぱり、人々の幸福とか、幸せとか、幸福とか、喜びに何かをこう提供していくって形になるしかないよ、これ。確かにね。そういうことでしょ。だからそこをね、屁理屈、理屈、今まではこうでしたからって固めるとか、経済的なもん前持っていったって、どうにもこうにも次成り立たないぞ、そ成れ。り立たないよね、確かにね。成り立たないんですよ、全く。だから、で、その価値観的なもんも、その10人おれば10人違うような形で、点でバラバラになっていくんだよね。だから、やっぱりね、その人々を幸せにするとか、その幸福にするみたいなもんも、直感的なものでアプローチしていって、受け取る方も直感的なもので受け取っていくっていう形になっていくの直ね。感的にね、なるほどね。だから、提供する方も受け取る側もお互い直感で動くって感じになってくると思う。だから、感性にアプローチせんとどうにもならんっていう感じかな。ここは軸になると思うわ、やっぱ。なるほど、感性ね。だからいつも言ってるように規制の概念全部取っ払うんで、これ本当難しいでしょ、言ってる意味。言ってる意味だから、分かる見ててわけわからん人には全くわけわからんとこんなこと言われたら。でしょ？そんな感じよ。だから。なるほどね。なるほどね、直感。まるっきり理解できへん人には理解できへんと思うわ。まあ、直感って多分、まるっきり理解できない人には言語化難しいと思いますよ、その話に関しては。本当に。ましてや自然と関わっていこうなんてね、作物、ね、農作物をこれから実らせていくとかな、それも肥料とか、肥料農薬使わんとやっていくわけでしょ、これからの世界は。だからそうなると、なおさら直感力ない、もうどうにもこうにもならないと。まあ、要は、なんだろうな。常にでも直感力って自分の心を信じることも大事だと思いますよね。やっぱりね。要は、疑いの心を持たないというか、なんだろうな。直感って本当に天から降ってくるというか、パッて降ってくるというか、こうだよな、ああだよな、っていうのはすごく感じますよね。やっぱりね。本い当や、に。だからね、その作物も肥料農薬使わんっていう世界に入っていくとな、例えばよ、その作物に毎日話しかけると、作物が健康に育っていくみたいな話とかあるわけよな、結あり局。ますね。でも、そういう感性的なもん理解できへん人にとっては、なんや、それみたいな話になるわけやろ、だって。言ってる意味分かるやろ。わかります。もっともだと思います。それは。そんなもん合理性あんのかみたいな話になってくるわけだ。合理性ないですね。でも本来はそっちの方が正しいんじゃないのみたいな感じよ。本来であればね。なるほどね。宇宙法則としてはそっちの方が正しいというか、まあ、生き物と生き物同士なんでみたいな。そうだね。そうだね。だって、水も一緒よ。あれも波動をちょっと整えてあげたら水の味って変わるんでね。ああ、変わりますね。それは。だから、でもその波動を整えたら水の味が変わるって、そんなことありえへんやろと思ってる人にはありえへんわけよ、これ。結局、信じる心であって、そうですね。まあ、あと直感であれば、やっぱり危機管理の方かな。やっぱりみんなが、一般的にマス等に対してが分かりやすいのは、危機管理の直感力っていうのは、みんなでも経験してそうですけどね。障害が起こった時に直感で動くっていうのは、人間から持ってる元の危機管理能力の差がなのか分かんないんですけど、これはもうすごい持ってんなってすごく思ってますし、まあ、もう一つ言うんだったら、やっぱり、クリエイティブの世界ではちょっと直感っていうと、まあ、また感覚が違くて、もう計算式に基づいたものがクリエイティブの世界ですけど、まあ、それでも、何かを作るときに、やっぱりこのシーンはこうだからって言って直感でやってる人も多いので、
まあ、強いては、ものづくりに関しても同じかなってのは思いますね。計算式、いわゆる、理論とか、理屈とか、そういうもの、理論的なもので計算され尽くしたものを、その形にして作り上げていくとか、あとソフトもそう、見えない、ソフト的なものもそうやし、あとお料理なんかもそうやねんけど、ああいうのってどちらかというとエンジニアみたいな感じなんですよ。まあそうですね。うん。だから元のベースのその理論的なものがあって、それに沿ってその形を組み上げていくみたいな。まあもともとのその完成形の形は同じですからね。確かにね。例えば、ニュートンの物理法則みたいなもんで、大きいものは上から下へ重力、リンゴは上から下へ落ちるみたいな話ですよ。あと、ままあ確かに。あ それ、ああいうその法則とか理論的なもんにのっとったもんっていうのは、意外とエンジニアリング的なもんなんですああ、ね。まあでも、それはそうですね。だってもう元々完成形があるんですからね。まあ、要は、あれって結局、だって元々あるものに関して昔から作ってるものとか、まあ、もちろん初めて作った人は一番大変な思いしてますけど、その良いものでみんなにとって評価されてるものを逆算してるで作ってるだけだからね。もともとそれを改良改良加えてね。だからその直感的なもののそういうものみたいな、ものづくりみたいな感じでいくと、あんな感じよ、縄文時縄代文？みたいな、縄文ですか？目の前にあるもの、木とか葉っぱとか、で、海の貝とか、で、石とか、ああいうものを自由自在に、その理論立てられてない前提で、こう、あり合わせで作っていくみたいな。まあだから、ある意味自分で DIY で家作るいう人は、どっちかで近いと思うよ、ある意味な。あと、もっとわかりやすく言うと、料理、料理。ね、あれもなんかレシピ見て料理作るとか、料理本読んで料理作る人っておるやん、なんかじゃんけど。まあ、多いですね。なんか俺からしたらわけわからんような発想やねんけど、あれもどちらかというと、その冷蔵庫の中にある余ってるもんで適当に作って、だからレシピのもんより美味しいもんできましたってあるわけでしょ。で、そのありあわせのもんで適当に作ったら、なんか今まで見たこともない、聞いたこともないような料理出来上がりましたみたいなやつあると思うね、多まあ、それありますね。分。あるやろ。まあ、味は置いといてね、あるね。あるよ、あれ。あれか。あれ、だから、そのなんかこう理論論理論理的なもんとかもう設計され尽くされたあれよ、スーパーマリオな、その完全攻略本を見ながらスーパーマリオをやる人って何を考えてるんでしょうかみたいな話を、まあ、そうですね、確かにね。あれ解いていくのが面白いのに、さっき本読んで分かってどうすんねんみたいな話だったりな。まあ、いわゆるゲームの攻略本を読んで先に進めるっていうね。なるほどね。だからちょっとそのものづくり的なもんとか何かをこの財サービスをこう組み上げていくときにも若干縄文的な発想っていうのは取り入れていくとええかもわからんもんな。だから結局、まあ、縄文っていうとだから分かりにくいですけど、簡単に言うと昔のやり方をそのまま取り入れた方がいいってことですよね。要は、みんなその現代社会に慣れすぎちゃってる部分もあるじゃないですか。先を開こうとか、新しい時代どんな感じになるのとか、新しい時代産業ってどうなるんでしょうみたいな話って結構あるんだな。ありますで、ね。あれってね、歴史を見ないと分かんないのよ。過去の歴史でしょ？未来を見るには歴史見ると何も分からんのよな。だから歴史で、って結局変わんないからね。いや、携帯の始まりもそうだし、なんだろうな、物事のコンセプトっていうか、最初の段階からどん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 なっていくから、そうすると逆引きして、今度はこうなるねっていうのは、大体予想つきますもんね。だから、ことの始まりってあるんですよ。だから、例えば、その包丁ってあるわな、包丁。ありますね。で、あの包丁は、3000年前まで遡ると、どんな形してたのとかあるわけよ、いろいろ。いや、なるほど。3000年はここ縄文です。いや、旧石器はどうなのとか、原始縄文、これ1万年前行ったらどんな形してたのみたいなあるわけよな。で、まあ、例えば包丁例に挙げたけど、何でもそうなんですけどね、何かその作る、もの、サービス、ものが出来上がるときで原型って必ずあるんよ。出来上がったときの。ありますね。
それが進化していって、ある一定基準まで行ってしまうと、もうそれ以上先へ行きませんっていうことになるんだ。本来はどうなるかって言ったら、一回元に戻るわけ。で、元に戻って、その過去の歴史の原点を見つめて、それを一回見つめてから、そこから変えるんですよ。だから、例えば進化しきった進化しきった今の形をさらに進化しようと思っても、もう無理なんですよ。無理ですだね。から、元の原点のところに帰って、そいつを新しく今方に変えるっていう形になる。わかるかな、なんとなく。わかります。だから、そういうね、ものの見方していくとね、大抵のことはね、もう簡単に先は開けていくと思うわ。だから、いや、本当よ。例えば、医療なんかって、じゃあ医療の始まりのことの発端ってどこなの？みたいな感じですよ。確かに。そうでしょう。根本、それ調べたことないな。だからそういうことを掘り下げていくんですよ、やっぱ、自分で。医療のことの始まりって何なの？みたいな。ね。で、病気治すって昔どうやって治してたの？とか。ね。薬草とか、いろいろあるわけよな。木の実とか。拝み屋さんとかな、祈祷師やな、拝んでもらおうとか。いや、結局やっぱり最初のことが大事ってことですよね。そうね。だからそこへ戻ると分かりやすいんですよ。でね、戻るとね、一番原点、原始的な、原点的なもので結構正しいことやってるんですよ。まあ、確かに原理原則ってそういうことですよね。原点がね、よじれてるってあんまない。原理って大体ちゃんとっていうわけじゃないけど、正しい倫理観のあることやってんねんけど、だん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 経済的な、値打ちを持っていくっていうか、価値を持っていくようになると、歪められていくんよな、なんか、だん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 。だからね、わ かるよ、言ってる意味。言ってることはわかりますよ。だん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 経済的な価値を持つことによって、その本質が歪められていくっていう形ですよ。だから、何でもそうなんですけどね、本当原点戻るとね、大体、ああ、こういうことなのね、みた原理原則ですよね。いな。だから、まあ、さっきの病気の場合は、祈祷師とか言ったけど、まあ、それを今風に拝み屋さん的なもんな、今逆にじゃあ、我々が病気になってね、病院行ってね、その先生が、いや、あなたのことを拝んであげましょうって、拝まれたらちょっと嫌でしょ。嫌ですね。確かにそれは、何やってんだって話ですけどね、確かにね。でも、それを今風にちょっと変えていくとどういう形になるかって言ったら、やっぱり病気は気から、病は気からっていうぐらいだから、その心的なものとか、そういうものを整えていきましょうよっていう形になってくるのそうかでな、すこれ。ね。やっぱりメンタルケアが変わってきますよね。やっぱりね。まあ、メンタルケアじゃなし、もうちょっと祈祷師をバージョンアップさせた今風のやつです。メンタルケアとかそういう軽いもんじゃないです。もっとね、もっとこう、どちっと腰の座った、心を整える的な。心をね。そういう、だからそういうように変わるって言ったら理解できるでしょ。ああ、そうなるわな、多分。思ってる。それは薬飲むからそっちで治してほしいよと思うよ。でも、じゃあその、施しっていうか、そういう医療をさ、提供できるお医者さんって、今の医者じゃないよね、どう考えたって。今はどっちかっていうと、と全然違うでしょうね、多分ね。そんな偏差値上げて勉強できた医者にはそんなもん無理ってわかるやん、だって。まあ、無理でしょうね、100%どう考えたって天とつながるというか、神とつながるというか、そういうことを理解してる人じゃないと、病気は治せませんっていう世界は、になるっていうのはまんざらでもないと思うよ、これ、意外と。間違ってあない。と、まあ、愛ちゃんが付き合いしてるその神社もそうやし、寺の坊主も坊さんもそうやけど、まあ、ほぼほぼ僕からしたら9割は6な坊さんおらんからな、って言って、坊さんっていうのは、金儲けばっかり考えてるからな、あれ。あれもまあ、まともなお坊さんって言ったらどういう人なの？みたいなのとか、変わっていくと思うよ、全部。まとも、でも結局は皆さんやっぱり生きるために必死だわね。いろんな人もね。やっぱりね。いや、違うよ。その坊さんの話で生きるために必死だ、愛ちゃん今言ったと思うけど、さっきも言ったように、この見てるんだ、理解できてるのが、経済合理性とか通貨的なものが前に来てるから変なことになってるって言ってるわけやんか。だからそれを前に置いてたら永遠に一緒なんですよ。
だ違うんやっちゅってね、全然もうこれから。これかそられがね、あぶ、前に来ないわけよ。お金とかそういうのは前に来ないってことですよね。前だ、これ見てる人、本当よくみんなもう理解してきてると思うけど、それを前で組み立てると、もうどうにもこうにもならんのさ、これ。が結局それが全てになっちゃうから、それじゃあ、それ違う、それ以外のことができなくなっちゃいますもんね。確かに。それまあ、ありきになっちゃいすべてじゃなし、前に来ない、優先順位的にいくと、一番最後に来るって感じでさ、今回はもます。もうお金というのがね。なるほど。う。一番最後ですよ。ただ単に自分が施した財サービスのそのお礼っていうか、感謝っていう、それでいただくものが、ああ、来たのね、ぐらいの感じですよ、だから。お金自そ体やっこ。た、対応したものに関しての返答、返報性と返ってくるものですからね。確かにね。優先順位としては極めて下になりますよ、今回。っていうことはどういう世界に変わるのかって言ったら簡単に見えると思うわ、もう。もう本当直感で生きていかないとこれ無理よ、これはっきり言うけど。まあ、ね、だから直感と、あと自分を信じるしか、それあと信じる力じゃないですか、自分自身を。その直感に。ね、自分を信じるためにも直感って大事なんですよ、やっぱ。なるほどね。いや、信じることもわからないんですよ、直感がなければ。ああ、そっか。なるほどね。感じる感性ですから、時間感じる感性ですから。で、もっとわかりやすくたら、もっとああ、そそっこわかりやすか。くたら、素直な感性ですから。なるほど。すべて受け入れるね。そう、素直な感性持ってなかったら、自分に自信なんてないから。もうな、ちょっとな、ちっちゃいな、小学生の前半、ぐらいまで、我々も戻ろうぜって感じよ。小学1、2、3確か年生、に、4年。小学生1、2年生は、本当にうちも今、ね、5歳になって、あともう一人3歳のことがよく喋るようになったんですけど、もうね、直感で物事動いて、直感で言葉して、直感でこっちにお願いしてくるから、すごいですね、素晴らしいですね、それは。本当に。まあ、あそこまで我々も戻ってなかったじゃん、もまあ、う。確かにね。まあ、ある意味、超わがままにはなるやろけど まあ、人の言うこと聞かんみたいな。まあ、でも上のシステムにはすがらないからいいですよね、その方がね。そうなんですよ。だから、結局、その子供っていうかね、まあ、小学校の前半ぐらいまでって、怖いもんなしっていうのはそういうことなんですよ。要ねえ、は。本当にね。世の中の構造的、ストラクチャー的なもんっていうのを理解できてないんで、知らんか確ら。かに、知らんですね、確かに。知らないんですよ。で、知らないってものすごくいいことでな。何でも自由なわけよ、知らんから。なるほどね。だから、我々もね、ちょっとね、知らんっていう世界行こうぜ、次みたいな。例えば、いろんなことね、いろんなしがらみっていうか、いろんなものをこう言われたり、ある人はそんな知りません。それって何ですかみたいな。もうそれぐらいでええと思うぞ、今回は。確かに。それぐらい戻ってもええと思う、今回はもうな。それぐらいまでこう一気に自分をこう、からからがガラガラってから破らんと、今回ちょっと厳しいぞ、これ。なるほどね。まあ、やっぱりそうだよね。そう。やらないでも、直感って言われると、本当に意識してなくてやってたなってのはすごく思いますね。ただまあ、そんな難しい話じゃなくて、これ、生物っていうか人間であれば全員が持ってるもんなんでそうね、そう、それは。全然持ってるものなんですけど、それをが、なんだろう、一番前に出るってことがそんなになかったかなって思っていて、結まあ、局直感。閉じ込められてきたっていうのもあんねんけどな、やっぱりな。そう、だから、それはなんかね、今日言われて改めて、直感ってことを自分の中でも意識し始めてるんですけど、やっぱり、逆にそれが直感っていうのを最初に持っていくべきだなっていうのを改めて思いましたね。本当に。で、やっぱりお金という通貨というのは一番最後で単純に、あ、来たのね、みたいな。あ、これ交換で来たのね、みたいな感覚の方が、蓋はなくていいなってのはその通りだと思いました。ここさえ分かってれば結構そんなすんなりと新しい時代迎えれると思う。だからやっぱもう一回言うけど、通貨的なもんとかマネー的なもんは一番最後ですよ、優先順位は今回は。だそこを理解せんとちょっと先進めんと思うんで。だからまあね。行動の源とかそういうものが、そこを経済効果、経済合理性みたいなのが一番前に来ると、これからの時代はもう身動き取れんと思うわ。やっぱ。一番前に来るものっていうのは何なのかって言ったら、やっぱり、
人々に何回も言うけど喜んでもらうこととか、あとはもう社会性っていうか、もうこの社会のために何かをするとか、もうそっちしかないわ、道は。そうですね。それを、その中に自分の自然との関わりをこう混ぜこぜに入れていくみたいな感じですよ、多分。そんな感じしかもう道はないんでね、これ。そこそさえれは。分かったら、難なくこう新しい方へピュッて乗っていけると思うわ。いまや、それはもうやっていくしかないってことですね。ちょっとぼやっとしてから難しいと思うんやけど、そのぼやっとしてる抽象的なものっていうのが、いわゆる直感的な、感性的なものなんですよ。で、これ今までっていうのは理屈、へ理屈で論理的に固められてる世界やったわけ、アカデミーの世界。学術の世界か。だから、それをこう理屈とへ理屈で固めることによって、世の中に縛られてきたし、まあ、ある意味自由なようでおったけど、実は偉いことやったよね、これ。不自由だったねって気づいたわけやからね。だから、あんまりね、形に、言葉にしようと思わんでええと思うんですよ。言葉にできにくい世界なんで、次はもう。直感的なもんで言葉にできないでしょ、そんなん。だって、できないさっき言った、ですね。小学校の低学年の子供たちに、それを理屈でこれはなんでこんなことやってるんだって言ったと、なんか、ポカーンってしてるわけですよ。確かに、わけわかんない状態になんるんでですそね。んなことするんだっていうか、でもやりたいからやっただけみたいな話よ。それだけの話なんで、そんなあんまり理屈に固まってるような世界じゃないと思うわ。いやもう、なんか今日の結論としては本当になんだろう。もう直感っていうのは一番前に出るべきものだっていうことですよね。で、直感っていうのは基本的に、なんだろうな、自分の持ってる、誰しも持ってるものであって、本当に感覚をもう鋭くしてやるっていうことですよね。要はね。そうやな。で、まあ、ではもうこれで終わりましょう。で、まあ、あんまりちょっと面白い話じゃなくなったかもわからないけど、最後になるけど、じゃもう一回だけさっきのね、繰り返しになるけど、何かことを、何かこう、財サービス、まあ、商売的なものもそうやし、生き方的なものもそうやけど、一回、新しく見つめ直してみようみたいな時って、結構過去をね、その原点っていうか、原始っていうかな、その事柄に対する一番元の根源っていうのをね、一回調べてみると、一番よくわかるよ。なんでそうなったかってことですよね。なそうるほどそう、ね。なんでそうなったかとか、なんでこんなもん作ったかとか、だから元医は療であこうれだ。ば医療の最初は何なのかっていう、要はゼロベースのものですよね。結局のところね。全部、今あるものとか、今ある概念とか、今ある思想とか、今あるいろんなもの、もうありとあらゆるものっていうのは原点がやっぱあるんですよ。ことの始まりが。で、そのことの始まりさえ見つめれば、大体理解できるんですよ。OK です。わかりました。ここさえ言えば、元はこうやったから、ここをもうちょっと今風の新しい形に変えてみようかと。だから、今、この現代、近代にあるものを変えようとするから、なかなか突破口が開けないんですよ。一番原点まで探るとね、意外と簡単なんですよ。原点まで探るってことね。わかりました。まあ、でも、まあ、でも世の中からしたら、これぶっ飛んだことしやがってってなるかわかんないけど、意味不明ってなるかわからないけまあ、基ど、本的に万人は意味不明ですからね。確かにね。本はい、意味不明ってなるけど、そのうち日が当たるってなるよ。当ただ、にね。ただ私たち5年ぐらいみんなで先行ってますから、みたいな感じは分かりやすいだ。まあ、今は分からんけど、君たちそのうち気づくよ。そんな感じ。わ かりました。ありがとうございまあ、そんな感じで、今日はこんなもんでいいかな。ます。大丈夫です。本当に、いろいろと、そうね、改めて直感というか、っていうのを大事にしないとダメだなっていうふうに感じました。まず最初にやって、あと根元の部分はきっちりと調べていくって形で、やっていきたいと思います。まあ、みんなで学んでいきましょう。で、まあ、思ってるより、今の体制が崩壊するのはちょっと早いような感じになって、駆け足になる。最後わ かりましもた。駆け足みたいな感じ、駆け足になってるから。今もすごいよ。なんか最後のこのゴールのテープ切るとき、わーって言うときあるよ。あれ、最後の、あイエーイみたいのな。ね、あれ、第4コーナー回ったとこみたいな感じだよ、今。イエーイみたいな。今、第4コーナー回って、もう、さあ、ラストスパートみたいなとこ来てるから、今。わかる。OK です。わかりました。じゃあ、そういうまあ、あことと1年で、半。皆さんとやっていきましょう。はい、そんな感じで今日はこれで。終わります。ありがとうございました。また来はい、あ週りがとうもござい皆さん見てくだます。さい。はい。